みんな学校の課題どうしてるかい？俺はね、課題がね、できない人なんですよ。いや、別にやるときはやるよ。やるときはやるけど、どうもね、こう手につかないんですよ。スタートが切れないというか、何なんだろう。実は高校2年生の時、本当にダメなんですよ。ダメなんですよ、本当は。実は確か高校2年生の時、数学の課題1回も出してないんですよ。うん。いや、なんでかって言ったら、なんか出さなくても別にテストで点数取れてたんで。いや、本当ダメなんですよ。高3の時からちゃんと出したんですけど、高校の時とかも、高2とかはね、特に全然出してなかったんですよね。高3は出しましたけど、ダメって思ったんですけどね。大学もね、結構、何？やるときはやりますよ。何回言うんだっていう話なんですけど、なかなかね、最初の一歩を踏み出せないんですよ。ちなみに、今日中、明日か、今日か。もうすぐか。今日が締め切りなんですけど、レポートを提出しなきゃいけないんです。冬休みの課題で。それもね、俺が苦手とする、なんか、小論、なんだろ、小説みたいなのを読んで、それをこう考察して、序論とか本論とか結論とかでこうね、段落構成をして、感想ではないので、何々と思うはなし、みたいな。しっかりしたこの、何、レポートを作らなきゃいけないみたいな。まあ、大学っつうのはね、勉強しに来てるんで、まあ、仕方ないと思いますよ。うん。けどな、冬休み中に課題を出したらな、それは休みじゃないと思うんだよ。うん。休んでないもん。いや、そんなこと言っちゃダメですよ。うん。学生である限り、まあ、勉強しなきゃいけないと思うんですけどもね。今日はやっぱ、したいことがあるわけですよ、冬休み中にも。うん。まったくね、厳しい日本ですね。まあ、そう、ぐだぐだなんか文句を言いつつね、結局多分、徹夜で今日も課題するんでしょうけども、このね、なんとも言えない気持ちですよ。みんな課題やってますか？というわけで、ちょっと、課題するんで、静かにしてくださいね。僕も静かにやるんで。今、課題してないそこの動画見てる人、俺と課題しようぜ。うん。しばらく動画流しっぱにするから、一緒に課題しよう。はい、スタート。難しいよ。ガチで難しいよ。あんまりこういうの見せちゃダメなんですけど、授業中のめっちゃ落書きとかしてますからね。こういうね、ほら、僕ですね。僕の落書きしてます。なんか落書き見てると面白くなってくるよね。授業中に書いたバーバーパパと腕2本しかないメタグロスです。
どこ攻めようかな。どこ攻めようかな。一箇所攻めるんですよ、授業でやったところを。ここにしよう。よし、夏目漱石の文学論を攻めます。よし、これでいいだろう。ただなんかそういう国語系のあれだからね、レポートもね、こういうのじゃなくて縦書きにしなきゃいけないんだよ。くそー、勉強楽しいな。最悪だよ。どうやって縦書きにするんだろう。表示？仕方が分かんない。どうやってするんだろう。ググろ。あ、これあのあれだよ、この動画はねあれですからね、別に画面を見なくていいですからね。この動画を流しながら一緒に勉強しようっていう動画なんで、もうちょいもうちょいやろうみんな。うん、俺も頑張るから、そこの君もね、この動画を聞きながら、まあラジオみたいなもんだね、勉強しよう。ワード、縦書き、縦書き、意外とできるんだな。文字列の方向を変えればできるのか。じゃないですかね、これ来たって。なんか後輩から聞いたんだけど、引用をたくさん使って文字数を稼ぐ書き方がいいですよって言われたんで、稼ぎに行きましょう文字数を。それでいけると見た。さんざんだな逃げたいな、満員御礼なんて言うけど、その実ブルーなので困っちゃうよ、やっちゃうよ、散々だな、やめたいな。 40×40 ってどうやって設定すんのさ、どうやってわかるの、どうやってわかる。ちょっとググるわ。ごめんなさいね、静かにします。
10分経ったんですけど何も進んでません。ありがとうございます。多分とっかかれば俺すぐ終わるんだよね。そういう速攻性は俺は持ってんだけど、その速攻性に入るまでが時間かかっちゃうんだよな。まあ結局そうなっちゃうわけなんだよ。ああまあまあまあそうなっちゃうんだよな。やり始めたらすぐ行くんだけどね、やるまでのねこのもどかしい感じがね。このワードは2011かとなれば、おお来た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 、あと来た、文字数と行数、ページ設定がないぞ、ページ設定がないぞ、まだずっとね、どうやって縦書きの40字40字にページを設定するかをずっと考えてて、
15分経ったんですけど、まだ何も進んでません。ありがとうございます。はい、非常にやばいんですよ。ガチな方でやばいんですよ。どうすればいいんですか。全然わかりません。 Mac のワードもね、 Windows の Mac とはちょっと Windows のワードとはちょっと違うんで、 Mac ワード縦書き4040。ページレイアウトのページ設定、ページ設定どこ、A4 はね間違いないんだけど、向きもね横でいいんだけど、なんとかなりそうだ。文字数行数、え、文字数、文字数、文字数は1600でしょ。うん、え、いつから39、バカ野郎。ちょっと待って待って待って、標準の文字数、行数、いやー分かんねえな。なんか一応参考になるサイトは見つかったんですけど、このまま真似しよう。これでうまくいかなくても俺のせいじゃないから。いや俺のせいだけれども、大事なのはね、ちゃんと自分の力で何とかしようっていう気持ちなんで、俺はこれをそのまま真似します。文字数と行数を指定する、選択して、文字数は1行に何文字入れるか、なるほど、で行数と行数は20の行くでも20にすれば、文字数も20にしよう。よし、やっとできた。というわけで20分経ちました。どうだ君たち、勉強はしているかい。俺は今からスタートなんですけど、きっとね
この動画は俺ほぼ無言だったからね。もうきっとこの動画を見てる君は勉強にのめり込んでいることだろう。宿題そのまま頑張ってください。俺も今からやるからさ。徹夜だよ。じゃあな。